日本東京都品川区南品川南品川は東京都品川区の地名。現行行政地名は南品川1丁目から南品川6丁目。郵便番号は140-0004。品川区東部に位置する。北部は目黒川に接し、これを境に北品川に接する。東部は元渚通りに接し、これを境に東品川に接する。 南部はおおむね東京都道420号、サメズ大山線に接し、東大井に接する。西部は JR 線の線路に接し、これを境に広町に接する。町域内を南北に第一景品が南東部にはジュネーブ平和通りが通っており、5丁目内に仙台坂がある。また北東部にはゼームス坂通りがある。また東部の1丁目、2丁目、 三丁目内には旧東海道が通っており、通り沿いは商店や寺院などかつての品川宿の名残を見ることができる。町域内には京急本線の線路が第一京浜と並行して走っている。新馬場駅と青物横町駅が置かれ、住宅地の他には寺院や商店、工場なども見られる。江戸時代の品川宿には肥人島松江門に、 支配された避妊系部落があったが、第一京浜国道の建設に伴って、南品川に移転した。世帯数は約2000であった。歌川広重2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南品川における鉄道駅として、北東部の一丁目北端に、 京急本線、新馬場駅の南口がある。南東部の山頂目には、隣の青物横丁駅がある。また、北東方向の天王ズワイル駅、南西方向にある大井町駅の利用も多い。他に、大井町駅からのバス路線の利用もある。ありがとうございます。